ここにですね、ちょうど刈り残してます。これね、実は来年の甘滝サンガのですね、飲み種にしたいと思いますんで。ちょっと意気込みを。はい、ありがとうございます。そういう、何も喋らずに伝わった。この感じで登場で、腰下ろして、こう持って、これはもうこう持たないように。こう持つんですね。で、安全な状態で、ここをグッと引っ張ったらすぐ切れますから。あ、こう持つんですね。はいはい。絶対切らないようにね。何本持てるかな。本当に農薬かけて、いっぱい使う。農薬使ってないんすか。あ、もう、うちの方は、基本的に使わないんですけど。釜がいいですね、これ。釜がいいのかな。サクサク。サクサクです。山瀬選手、ここで着ぐるみするとしたら何をしますか。着ぐるみはね、ここではしないな。しないですか。暑い。切実。着ぐるみで来ると思った。今日は何かなと期待してましたね。米俵の笠原さまだけ。ね、簡単じゃないんだよ。あれも簡単じゃないですか。そもそもね、こっち探すの大変なんだから。簡単そうにやってるから。そうですよね。素材をまず見つけるのが大変。そうそうそう。基本的には100均だから。クオリティ高いですね。100均でなんとか。先生、ここをね。広すぎるんで、このぐらいのところ。こう？はいはい。で、こう。で、グッと引っ張って、はい、で、回す。回す。はい。で、いいですか、大井さん。はい。大井さん、ちょっとそれ長すぎっすよ、下。もう、腕に覚えありのように。やっぱりね、こんなもんじゃないの？あのですね、僕結構こういう、なんですか、こうコツコツとした作業嫌いじゃないんですよね。結構ずっとやってても苦にならない人です。おお。難しいですね。難しい。はい。どこら辺が？なんか狩るのは結構。構えがいいおかげで結構いたんですけど、これ結ぶのは結構難しいです。あ、結ぶの難しいです。はい、これ誰かじゃん。これなんか結構これぎゅうぎゅう。あ、確かに。これゴリさんか。これそっち側に3つ置いてるやつかな。じゃあ先生。これかな。それは森谷先生作られたんです。俺が作ったやつ。かっこいいですね、これ。あ、これかっこいいです。すぐに置きましたね。かっこいい方に。これ山田選手ご自身で。多分そうだと思います。上手。違うかな。これははい、これ姫の輪です。これまだ売れないんで、11月8日に解禁なんで。あ、そうなんだ。だからここでしか食べれません。なんといただきますって。はい、いただきます。大きな声。うん、うまい。ちなみに、姫の輪は去年愛媛県知事賞ですから。で、ニコマルは日本人です。めちゃくちゃすごいじゃないですか。ホタタル。これをホタル前のホタル。短時間でしたけど、やっぱり大変だったんで、やっぱり食べ物のありがたみっていうのを改めてこう意識しながら。毎日のご飯を食べたいなと思います。素晴らしい。いや本当に食べ物を作るのは大変だっていう。さっき聞きました。なんかこう手作業でこうやって稲刈りとかもそこまでしたことなかったんで、すごい大変さも分かりましたし、けどすごいそれと同時楽しいなっていうのは感じました。その後にもおにぎりをいただいて、本当に。取れたてのお米で作ったおにぎりを食べれて、すごく美味しかったよね。
最後ちょっとカップル風な感じで終わるんですか。いや最高の贅沢でしょ、やっぱりこの米の産地でそこで採れたお米を食べれる、しかもそれがまだ世に出回ってないお米だって言うんだから、そんなね嬉しい話はないですよ、うん、もうこれもね今日こういう機会を与えてくださったやっぱり、ね、皆さんのおかげだなと思います。はい、またそういう話を聞きながら食べれるのもよかった。ああそうやね、あ それはある、はい、うん、全然違うと思いますよ、あのなんか背景とかを聞きながら食べると、うん、僕それで食べれるようになったものとかありますもん、やっぱ。昔ほうれん草嫌いだったけど、なんかほうれん草のなんかそういうちょっと作り方じゃないか、なんかそういうなんかそういう栽培方法みたいなの聞いたら食べれるようになっちゃったから。バナナとかリンゴしか食べない。そうそうそう。リンゴしかね食べれなかったのに、ね。下が2歳児みたいな。あのねもうちょっとねいじるならなんていうのか雑ちょっといじり方がすいませんマリノスまでこんなもんでいいかな、ね、ありがとうございました。またぜひ川のうちにお越しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。なんかお前が言ったやろなんか今ひどいよもう自分いいね見ていいねって言ったわけ